きるわ、ね、よかった。あそば、ね、僕あのデビューした時からまあ、ジュニアさん、まあ、チャール兄弟さんにすごいお世話になってて、僕本当にデビューしてまだそのどこの馬の骨かもわからん時期に、うん、千原さんが当時大阪でやってた番組、まあ、早くで出してもらったりもしてたんですよね、うん、で、あ嬉しいなみたいな日々があったんですけども、ジュニアさんってすごい普段おしゃれじゃないですか、うん、でそれ収録がね確か毎週土曜日かなんかにやってたんですけども、うん、その時にいつも新しい服買ってきて、結構かっこいい服買ってきて、うんうん、そのリハーサル終わったら買いに行ってその本番にその服で臨むみたいな、うん、そのローテーションがあったんですよね、うん、まあ僕はたらずっと見てて、うん、で服買ってきたらいつもまず楽屋にこもりはるんですよ、うん、で20分ほど出てこないんですよね、うん、一人で、うん、で一回ちょっと20分はちょっと長いよな試着にしても、うん、ってちょっとそっと悪いですけどほんまにパッと覗いてみたんですよね、うん、ほなまあ、 あの鏡の前で新しい服着てこうジュニアさん立ってるんですよ、うんうん、もうちょっと首斜めになってるんですけどもうすでに、うん、こうやって、うん、バーッと僕見てたら、うん、毎週どうやら毎週兄さんすごいな、る絶対嫌や。あ、野崎、これは意外と早めに来ましたよ。正規ルートで。正規ルート。僕のちょっとお母さんの話なんですけども、ちょっとこうおバカちゃんというか、とか留守電でも同窓会の招待状が来てるから送った方がいいかなっていう1件目の留守電が入ってて、で2件目にさっき留守電入れたから留守電聞いてねっていう留守電が入ってるんですよ、はいはいはい、どういこっちゃみたいな。である日その実家に帰ってちょっと卒業アルバムを取りに帰ったんですよ、はいはい、で番組とかでちょっと子供の頃の写真とかを使うからって言って、じゃあ僕持っといた方がいいねって言って実家に行って卒業アルバムあるって言ったら出してきてくれたんですよ、うん、まあそれは小学校の卒業アルバムで、ただそのもうカバーあるじゃないですか、このケース入れ物の、うんうんうん、でそこにもうなんか井上さん090みたいなメモしちゃってるんですよね。もうその時点でちょっと嫌な感じじゃないですか。あそうやね、ちょっとね、何メモっちゃってんのっつって、それしかない時あると、あーやばいっていう時は卒業アルバムしかない時あるないでしょ、ないないない、絶対アウトですと、はい、でもしょうがないな、もうなんだよと思って、でまあ卒業アルバムをバッて見せたら、うん、僕んとこ6年何組見せてバッてあって、でそこにこう矢印引いて、うん、これ拾んなりって書いてあるんですよ、うん、これでその矢印の先が俺じゃないんですよ、うん、誰とどっかでチェンジみたいな全然違うみたいな、まあ、そんなお母さんが行きます。おじゃ初めて、うん、はい、僕はね、結構海外旅行に行くんですよ、はいはいはい、それはもうお金のない時、仕事がない時からもうずっと行くんですよ、はい、でカナダに行った時があったんですよ、うん、で一緒に行った人が4人いて、でその人たちはもう英語も喋れて日本人 で結構個人的に旅もしてる人たち で結構お土産って苦労するじゃないですか、うん、あんないつもチョコレートってわけにもいかないじゃないですか、うん、で結構こっちはドラッグストアにいろんな薬売ってるから、うん、薬いいよ、うん、例えば風邪薬でもよく眠れるし、アメリカ人の体に合わせたら、うん、で鎮痛剤もよく効くし、でなんか箱も結構可愛かったりして面白いから、うん、って言われたんで、うん、ドラッグストアでいっぱい買ったんですよ、ごっそり、うん、でそれをレジに出したら、うん、そこの親父がえらい怒ったんですよ、うん、お前こんだけ買ってどうすんだとか、うん、お前こんな日本に持ち込めねえぞ、うん、みたいなことを言われてるような気がして怖くなって、うん、何も言わずにちょっと離れたんですよ、うん、で一緒に喋れる人を連れて行って、なんか、うん、ちょっと買いすぎたのか分かんないですけど怒られてるんですよすごいって言って、ちょっと通訳してもらえますかって聞いたら、お前ポイントカード持ってるかこんだけ買ったらこんなに買ったら3、4個タダになってるちっちゃい話やからえらい言われてたんですよ、でもそうやもんな、まあ、めちゃめちゃいい人なんですよね、
すごい優しい人なんですね。得することあちょっと愛のある話やな、ね、そうか、なるほどか、うん、これ僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、あのお父さんが、うん、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほうほうほう、で山の上で、うん、穴場があるから人全然いいひんとこやから、うん、そこ行ってみよう言って、うん、お父さんと二人で車で出かけたわけですよ、うん、で駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、うん、ほんでまあ人もいいひんガラガラもう真っ暗なとこですよ、で綺麗に見えて、で見終わった後にほんな帰ろか言うてこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、うん、ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うて、でええよ言うて、大輔お前早なったんか言うて、負けへんのちゃう言うて、ほんで行くでよーいドン言うて、そのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、はい、でお父さんだいぶ先行って、はい、で僕真っ暗やから怖怖ってお父さん待って言うてガー走ってたんですよ、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、ほんであの真っ暗なんですけどあの自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうん、ほんであもうあかんゴールや思って、ほんでお父さんがよっしゃ勝った言った瞬間にシャーンって言うたんですよ、シャーン言うてうわーって言うてるんですよ、ほんでバー近づいていったら、うん、その駐車場のとこに、うん、あの鎖が張ってあったんですよ、で親父気づかんでよっしゃ言うたらシャーンってうわーって言うとるんですようわーって言うお父さん大丈夫言うてあかんわい大好き言うて来る時なかったよなこの二人はい大きい、おうちの母ちゃんちょっと変わってるんですよ、うん、うちの母ちゃん映画のジュラシックパークを見て、うん、うわ実話はすごいっつったんですねまあそういう人なんですよ、うん、でそんな数年前に僕仕事の前にちょっと風邪かなと思って病院行ったら、うん、即入院って言われたんです、うん、どうやら内臓の数値が非常に悪い、歩いちゃいけないって言われたんです、今すぐ車椅子に乗り換えて、そのまま入院してくれって言われて僕そのまま入院になったんです、で自覚症状なかったんで、こんなに元気なのになんかそんなやばいのかなと思って入院したんです、そしたらその日の夜僕後から聞いたんですけども、医者が僕の母親に電話して息子さん今夜が峠です、マジでって言ったんです、ただ母ちゃんがそれ聞いて分かりました明日行きますって言ったんですすごい今夜で本当に明日来たんですよ、うん、びっくりもう生きてたからよかったですよ死んでたら会えてない、死んでたら会えてない、すごいすごいな、しかもですよ、もう東京で入院してて母ちゃんいるの埼玉なんですよ、来れるんですよそれは、来れるよね、来なかったんですよ、うまくなったね、何やったんやろね聞いときます続きましてここです、あっ行きましょう、あのほんならね娘まだ2歳と4歳かなんかちっちゃかったやん、まあ、1歳と3歳やったかもわからんわな、で店あの風呂の中ギャギャギャ騒いどるから、で風呂で「まあ、出んでね」って俺も出て一緒に出てきて、な娘ら2人ギャ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 言うとるわ、ほんなら嫁さんがバー来て「もう風呂出て裸でいつまでもしてたらあかんの!」って言って。バッとバスタオルな、うん、俺かぶせられてで当たるわ娘と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 奥さんでもちょっと年齢と間違えるぐらいで、じゃあさ、もう筋金入りの小さおさんですからね。まあその身長で本当にもう財をなされた男です。じゃあ続きましていきましょうか。はい。わあ、よし、うわ、そう、村上、行こうぜ村上。全然転ばない。なるほど。急ブレーキやで今。若手やな。そうすか。はい。めちゃくちゃプロデューサーが怒るようなこと言って中止にしてもかねへん。そうやからそうやな、ありやななしなしなしっていうぐらいそうですけど、あのこれ僕は小学校、はい、低学年ぐらいの時の話なんですけど、おうおう、あのうちで亀を飼ってたんですね、でみんなでこう可愛がってて、特にあの母親があのその亀をものすごい寵愛してたんですよ、
でもうすごい可愛い可愛いって毎日話しかけるぐらい可愛がってたんですけど、ある時そのカメオの水槽をベランダに置いてたせいもあったんですけど、まあ、外で遊んでた子供たちがボール投げたか石投げたかで水槽が割れてしまってて、カメが逃げちゃって、でそれを見つけて、うわカメいない、どうしようどうしようつって近所とかもバー探したんですけど、もういない、いなかったんですよ。でわどうしよう、もうでもこんだけ探していないからしょうがないかって言って、みんなちょっと諦めムードだったんですけど、母親がそんなの絶対嫌だと、私はあの子を絶対探すって言い出したんですよ。でもまあもう見つからないよ、あんだけ探したんだからって言ってたんですけど、だったら私あの張り紙を作るって言い出しまして、あの犬を探していますみたいな、ありますね、はい、それで亀を探していますって張り紙を作るって言い出したんです。でもそれを作ったところで、その亀って大体同じような感じなんで無理だろうっていうふうに、例えば6歳言われたって分からないですよ。そうそうそう、それ無理だろうって母親に言ったら、そんなことない、何言ってんの、私はあの子に毎日話しかけてた、あの子を毎日見てた、あの子のことは全部分かってるんだ、だから大丈夫って言うんで、はい、まあ、そこまで言うなら、まあ、僕らも亀見つかるに越したことはないんで、はい、じゃあ作ってくれっていうふうに言ったんですよ。で次の日学校に行くときに、したら電信柱に早速張り紙が貼ってあったんですよ。で亀を探していますって見たら書いてあって、はい、でちょっと絵が書いてあって、はい、あちゃんと作ってるわって書いてて、下見てたら特徴って書いてあったんですよ、はい、あこれだと母ちゃんがずっと言ったのはって見て、はい、特徴のとこ見たらそこに書いてあったのが、あの石に似ているって書いてあったんですよ。いやいや見つかんねえよそんなの。なんか余計分かりにくくなった。そうなんですよ、うちの亀の特徴じゃなくて亀全体の特徴を。いやいやいや、石に似てるから、ね、深みやな。結局見つからないまま、見つからんわな。ちょっと学校で石友達に持ってこられて、ふざけられてこんな感じか。それやろ、すごいねそれは。犬探してて狼に似ていると分かるやん。宮川、はい、行こうよ、だいぶこれね、ね、うん、これ面白いですよ次。おお、あのね、うん、この間あのお風呂屋さんに行ったんですよ、うん、ね、でお風呂屋さん行ったら、あの兄弟のね、小学生の、まあ、あの兄弟がお風呂にずっと入って遊んでたんですよ、はい、あの湯船のとこでね、ずっとキャッ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 言って、うん、で僕とそれのお父さんと、まあ、おじいちゃん一人と、まあ、5人ぐらいやったんですよ、うん、でまあ僕もまあいろいろサウナ入ったりなんかいろいろしてたら、でもずーっと入ってるんですよ、キャッ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 遊んでるんですよ。ほんならもう次サウナからあの上がったら、もうそのお父さんも上がって体拭いてはったんですよ、はい、ね、ほんで30分ぐらい経ってたんかな、ほんならガラガラって言って、おいもう行くぞって言って、ほんで兄弟がバーって遊んでてね、ほんでそこに僕サウナ上がったから湯船に浸かりに行ったんですよ。でここに2人いたんですよ。ほんでだいぶ入ってて、でお父さんに呼ばれたから行こう思って2人が行って2歩ぐらい歩いたら、弟のお尻から茶色の水がね、うん、ピャッて出てきたんですよ、はいはい、ほんで僕それ見た時に、あ湯船で何回かアナル開いたんやなと思ってポッってね、はい、で水が入ってまだ子供やし遊んでて、はい、またつくってね、開いてまた水が入ってて、あそれで今出てしまったよな、はい、茶色のお水がね、はいはい、うん、茶色のお水出てると、うん、じゃあ兄貴はどうやると、で兄貴見たら、うん、兄貴出てへんかったんですよ、うん、あだから、あ兄貴はあの湯船の中でつくって開いて、あ開かなかったよなと、つくっ、うん、だから出てないねなって思ったっていう話です。何やねんこれ面白いですほとんど作って開かないですから、ほとんどの人は作って開かないので、そこ言いたいだけやここで表現したもんね、ちゃんとそうね、うん、ごめんなさい、なんで今話この話チョイスしたんですかね。それは分かりません、大好きさんしか分かりません、それは大丈夫です、はい、もう一個素晴らしいの持ってます、はい、はい、あ大好き、はい、これは、18歳の時なんですけど、
ナイティナインの矢部と、うん、でカップルと、うん、それからホッシャンとホッシャンが当時付き合ってた僕も同期なんですけど、まあ思いっきりブサイクな彼女とそれで僕とその友達その矢部の付き合ってた子の友達だったんですよ、うん、でこれはまあええ関係になろうというとこですよ、うん、紹介みたいな感じでみんなでキャンプ行ったんですよ、うん、でいろいろあったんですよ、うん、なんかヤモリ焼いて、なんか置いといて食べたらあかんで言うたらそのホッシャンの、あの彼女が一口食べてたとか食べたらあかんでしょそういう子やったんですね。で、いろんな楽しいキャンプがあって、まあね、窓開けてずっと山走ってたらいやー、星田くんって聞こえたらそのよっちゃん言うんですけど、うん、よっちゃんの髪の毛にこんなスズメバチがついてた、うん、でよしこ動くな言うて取ったるかな言うてやるんですけど髪の毛の奥にスズメバチが入っていっておっちゃんがもう靴であー言うてカーンとついて、まあ、蜂も死んだんですけどものすごい痛かったっていう、まあ、そういう楽しいキャンプがありまして、うん、それでもう帰ろうと大阪帰ろうと、はい、その前にあのちょっと琵琶湖タワー寄って行こうと、うん、琵琶湖タワー、うん、もう今潰れてるんですけど、あそうか、はい、で琵琶湖タワーに寄って、うん、ほんでなんかあのカートでも乗りに行こう言うて行ったんですけど、うん、ほんで星さんのとこどうする言うたら、うん、いやもう僕らしんどいし行かへん言うて、うん、でテンション低いんですよ2人、うん、でなんでやねんって行こうな言ったら、うん、いやもうほんましんどいしいいわみたいな、うん、もうええわ言うて放って行ったんですよ、うん、で僕らでカート乗ったら1時間20分ぐらい遊んでたんですよ、うん、ほんでもう帰らない遅なるし言うて戻ってきたら、うん、車が曇ってたんですよ、うん、でなんで曇ってんやろ思って、うんドアパッて開けたらもうあそこの匂いがしたんですよ思いっきりでももう思いっきりエックスしてるやんけどしんどいんちゃうやんけどお父さんやからくっさいくさいキャンプ行った後なんでお風呂も入ってないでしょもうもろなんですよもう窓開けて高速電車に帰りましたはいどうぞ、これはですね、マクドナルドに行って、うん、でそこでちょっとまあお茶飲もうかなと思って一人でわって上がったんですけど、うんまあ、結構混んでたんですけどカップルが2人おって、うん、で1個挟んでまだ空いてたんで、うん、ちょっと挟んでここに座ったんです、うん、ほんで、まあ、食べようかなと思ったらこっちのカップルの男の人の方が、うん、彼女に白浜でも行くっていう話になったんですよ何白浜でも行く白浜です白浜でもちょっとこう、はい、ちょっと受けてはるんで、ね、白浜でも行くって言うからまあ行ったらええんちゃう思ってわーってなって、まあ、時期もええしなーっていう話になったんですねほんでまあちょっともう食べるのまあ4割こっち6割ぐらいの感覚になって思っててでまあええわ思ってたら女の子が急にその彼氏ですねにあのこれプレゼントやねんって言って箱を渡したんですね、うんうん、ほんだらその男の人が、うん、嘘マジ嬉しいわサプライズや言うてはるんであサプライズよかったな思いながらビーバーで飲んでたら、うん、マジで嬉しい俺が欲しかったやつかな言うてほんでまあええんちゃう思ってで背中がカパッて開けたら急にね、うん、何これって言うんですよ、うん、あれさっきまで、うん、白浜でも行くって盛り上がってうわーなってたら何があったんやろ思って、うん、もうその段階で僕もガン見してるんですよ、うん、でって言って、うん、中から出したら阪神タイガースの帽子やったんですよ、うんでうん、俺こんな欲しい言うた俺欲しい言うたのハンティングの帽子だってハンティングの帽子じゃないから俺言ってないよ俺ハンティングの帽子でもうハンティングの帽子やんか普通間違えるって間違えるわハクセスがお前が悪い彼女の優しさいろいろあったら話しい誰も悪くない話そうだね悪い人一人もいないですこれは科学前途っていうね科学的に前途ちょっと肩寄るの山内はいもう結構前の話なんですけど、うん田舎の方にロケ行きますってなって、うん、おまわりさんのいない島に行くロケやったんですよ、うん、でそのおまわりさんもいなくて島は大丈夫なのかどういう島なのかみたいなのを僕らが調査しに行くみたいなロケで結構なんか離れた離島に行ったんです、うん、で着いて
いろんな人にインタビューしようと思ったんですけど、なかなか捕まらなくて、やっと捕まった おばちゃんみたいな方に、うん、あのこの島どうですかって聞いたら、うん、おまわりさんいないプラス、うん、信号もなくて、うん、横断歩道とかもないんですみたいな話が出てきて、うん、それなのにこの島大丈夫なんですかって聞いたら、なんか逆におまわりさんいないことでみんながちゃんとしなきゃいけないって気持ちが生まれて、うん、で信号もないことでみんながあの周りをよく見て運転したりするようになってますって言ってるおばちゃんの後ろの道路で、80歳ぐらいのおばあちゃんが、うん、あの原付ノーヘルで通ったんですよで結構な速度です、それも。でもうブーンって通って、もうカメラもしっかり映ってるから、これはなんかもう使わないやろうけど、いじらな、なんか気持ち悪いなと思って、僕がそのおばあちゃんに、ね、今なんかノーヘルでおばあちゃん通りましたけどって言ったら、そのおばさんが、うーんっていうかね、あのおばあちゃんは無免なのって言ってたんですよもう崩壊してるやん全然成り立ってないやん、秩序崩壊なあなあなあ、島が崩壊してましたでも安全なんやもん、でも安全って言ってましたけど、ね、どこが安全やん今日ちょっと大好きでいいかもわからんよ僕ですか、うん、これ僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、あのお父さんが、うん、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほうほうほう、ほんで山の上で、うん、あの穴場があるから人全然いいひんとこやから、うん、そこ行ってみよう言って、うん、お父さんと2人で車で出かけたわけですよ、うん、ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、うん、ほんでまあ人もいいひんガラガラもう真っ暗なとこですよ、うん、で綺麗に見えて、で見終わった後にほんな帰ろうか言うてこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、うん、ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うて、でええよ言うて、大輔お前早なったんか言うて、負けへんのちゃう言うて、ほんなら行くでよーいドーン言うて、そのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、はい、でお父さんだいぶ先行って、はい、で僕真っ暗やから怖っ怖ってお父さん待って言うてガーッ走ってたんですよ、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、ほんであの真っ暗なんですけどあの自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうん、ほんであもうあかんゴールや思って、ほんなお父さんがよっしゃ勝った言った瞬間にシャーンって言うたんですよ、シャーン言うてうわーって言うてるんですよ、ほんでバーッ近づいていったら、その駐車場のとこにあの鎖が張ってあったんですよ、で親父気づかんでよっしゃ言うたらシャーンってうわーって言うとるんですよ、うわーって言うお父さん大丈夫言うてあかんわ大輔言うて来る時なかったよなこの鎖来る時なかったな、はい、行きます、そうなんか新人さんがね、よしじゃあこれもお宮根さんでしょう、はい、あの人ってあの人生の中で絶対笑ってはいけない瞬間ってあるじゃないですか、はい、この後情報ライブ宮根屋です、いやー宮根屋あ、参列した葬式であらよっと、ここからの放送は三菱電機花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします、その普通のディナーショーとかいっぱいあるわけですよ、それ関係者の方にどれだけ迷惑かけてる、あの人ってあの人生の中で絶対笑ってはいけない、はい瞬間ってあるじゃないですか、はい、でその代表的なのがやっぱお葬式で、はい、うん、あの夏もちょっとお葬式あって、僕の年だったらあるんで、はい、早めに行ったら一番最初だったんですね、はい、でそのちっちゃいお寺で、あのご親族の方はお寺の中で、はいはい、参列者はそのお寺の庭なんですよ、で真夏やったんですね、でそこにバーッとパイプ椅子がいっぱい並んでて、真ん中にちょっとあの運動会で使うようなテントがあって、であそうかこれはもう暑いし炎天下やからおじいちゃんとか体の弱い方がこのテントの中入るんやな、僕みたいな若い人間はテント入ったらあかんなと思って隅の方座ろうと思って、でこう行ったら朝からパイプ椅子出してあったんですよ、
でお昼の2時ぐらいなんで座ったら熱いってなるぐらい、やけどするぐらいもう熱なってるんですよ、パイプ椅子が熱いって。もう絶対座られへんわってなって、申し訳ないけどそのテントの隅に座らせてもらってたんですよ。ほんとは1人来はったんですよ。でうわ絶対この人もなるわ、絶対この人もなるわって言ったら、その人もせっってなって、またテントの方来はるんですよ。でうんねみたいなったら、これまた女の人が来はって、スカートやから僕らにもっと嘘じゃないですか、はい、ほんでもうせっせっって来はったんですよ。ほんで3人が熱いっていう空気を強要したとこのテントの空気がもうおかしいじゃないですか。もう3列が来るたびに、はい、絶対熱っていう、絶対熱っていう、ここのテントの中のなんかこんなのなって、うわっ、熱っってなって、ほんで最終的に全員がテントの中でびっしりなって、はい、誰もここ座らんかったその当時テントギッシギシなんですよ全員が集まって。あ、分かりますわ、それは分かります。つらいな、葬式は特につらいな、それはな。いきます。おっしゃ、これ本当ちょっと前の話なんですけど、あの後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けであのダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、あ、はいはい、まあ、無駄なもん入ってますけど、うん、1個ガス、東京ガスからの紙が来てて、普段 見ない紙で開けてみたら、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ。ほんであの後から分かったんですけど、最近引っ越ししたんですよね、うん、でいつも振りあの引き落としになってたんですけど、最初の月はなんか払い込んでくださいっていう、そういうのがあるみたいなんですよ。で僕それを忘れてて、最初の月の払い込みだけ忘れてて、ずっと引き落としになってたんです。でもその最初の月の分が払い込まれてないんで、ガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ。でまあ酔いながらも、これもう、あ、払えるんは明日の朝ぐらいしかないわ、なんかコンビニでも払えない、ちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで、部屋に慌てて戻ってそれを財布の中に入れまして、あ、これ入れたら忘れるかもしれん、でも出してたら忘れるかもしれんと思って、あの電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、あのボールペンでガス代忘れないって書いて、テーブルの上に財布で押さえといたんです。でそのまま寝たんです。で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、いやおはようって言ったら、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、え、何その感じって言ったら、え、別に、うん、いや違うやん、それ言うてや、なんやねんって言ったら、うん、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないんですよ、うん、いや、なんやねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よマジっすよマジですよ、ね、でそれでもわからないから、ガス屋が誰かがわかんないから、ね、ガス屋を忘れないっていう、そうそう、ね、ガス屋言われてもわからないから、ガス屋誰やねんっていうか、そういうのおっしゃるわからなかった、全然わかんないです、ガス屋って誰やん、そんなふわっとした名前なのわかんないから、いや誰よ、気持ち悪い名前ですし、誰よそれって言ったら、その紙を自慢げんかして、バカじゃないの言って、でそれでも紙が分かんないんですよ。でそれ見てもうなんかわって分かって、説明がするのもなんか怖いじゃないですか、もう何でも何が起こりすぎて全部がもう何やその感じって、結局つかないんだ、折り合いが、折り合いが、感情の折り合い、金合いがガッツよガッツよ、いきます。取材をしていただけるということになって、なんかその雑誌があのグッドロックスっていう雑誌で、はい、なんかちょっと見せてもらったら、ものすごい白黒のなんかこうアーティストの人とかがみんなこうグッと決めた感じで載ってる雑誌で、その方がちょっと取材をしてくれるっていうことで、でマネージャーがいついつ何時どこどこです、で分かった、
で、あの今回向こうの方の意向で、あのほっこり兵藤さんはしてると、その兵藤さんをなんかこうかっこよくスタイリッシュに撮りたい、はいはいはい、そういける言って、うん、なんかもうおはぎをマカロン風に撮るみたいな感じ違うんかとこれいけるんかと、俺はええよとおはぎのまま行くからまあとは自由にしてくれたらいいとほんでその場所に行った時に、まあ、結構感じのいいスーツ屋さんでそこでかっこいいスーツも用意してもらって、もうなんかネクタイピンとか、なんかそんなも全部こだわったやつつけさせてもらって、はい、でそこにソファーがあったんですけど、はい、じゃあ今から撮りますんで今日は兵藤さんのかっこいいとこをちょっと撮らせていただきたいですってカメラの方が言うからはいって言って、じゃあ行きましょうかってなって僕こうやって座ってバシャって撮ったら、それいつもの兵藤さんですね、今日兵藤さんマフィアになろうかってなって、でちょっとあのね睨みつけてくださいあのカメラを、あ、わかりましたってなってパシャパシャ、ってなるんですけど、僕としてはちょっと気恥ずかしいというか、そういう写真いつも撮ったことがないから、いつも取材したらちょっとアホな顔するんで、ちょっと睨みつけて、あの撮られんのもな思いながら、向こうの人はもうだんだん乗せていってくれて、ほんであの今もうデジカメやから何枚でも撮ってくれるんですよね。でその場で確認できるし、ほんで兵藤さんちょっといいね、もうちょっと睨もう睨もう、これはねドジったやつだよ、ドジったやつ、こいつを睨みつけてください、ピチャピチャってなって、俺もこういう風な感じで見合ってたんです、ほんだらいいねいいねってなってきて、もっともっと睨んで、もっと睨んで、パチャパチャって撮って、もうだんだん寄ってきて、もうこの辺までレンズ持ってきて、こいつがどじりましたみたいな感じでパチャパチャって撮られて、うんってなっとったら、たまにチラッと見ておーみたいな顔してくれるんですよ。ほんで吉本 の, あのやつにもこうやって見せたら、その吉本の関係者のやつもそれ見えおーって言うから、ちょっとおはぎもちょっとマカロン気分になってきて、いけるんちゃういけるんちゃうってなって、パチャ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 って、次立とうか、ヒョウさん立ちましょうって俺立って、でこういうふうに腕組みましょう、で腕組んで、で見下ろしてください、その人下行ってガヤーって撮ってくれてて、いいなヒョウさんめちゃくちゃいいな、でうわー乗ってきて、その人がよし次帽子取ろう帽子取ろう帽子取ってみよう、パッて帽子取った瞬間にパチャかぶろうって言われて失礼やなこれはあかんかった気悪いわ、何でも褒めてくれたのこれはあかんかった1枚だけ1枚だけ何枚でも取れるはずやん、取るだけ取ったらええやんな、あとで消したらええやんな、パシャかぶろうって言われたのびっくりしましたいや面白いですね、どんどん行きましょうね、はい、もうねおお、やらしい話じゃないですけども、まあ言うてもね、僕もその一応高級車というもんにね、はい、乗ってるつもりなんですよ、はい、でまあまあもちろん買った時からもう最初からカーナビがついて、まああえて車の車種とかは伏せますけどね、でこの高級車のカーナビがなんでこんなにアホなんかなっていう本当バカなんですよ、はい、で今までイライラもしてたんやけども、でちょっと前に、はい、ちょっと知り合いと待ち合わせをしてて、はい、でその六本木三丁目の交差点で待ち合わせやっていうことで、はい、でまあ六本木は分かるけど三丁目って言われても意外とどこかなっていう、大体の雰囲気は分かるけど、はい、いまいち分からんな、はい、あまあまあカーナビはあるから、はい、それでええわと思って、で僕渋谷の方からカーナビで一応六本木三丁目入れて、はい、であのあれなんですか、あの道六本木通り、六本木通りか、はい、六本木通りをもう六本木三丁目やから、はい、まあ多分あの辺やろ思って、はい、渋谷の方からこう向かってたんですよ、はい、ほんなら高木町の高速道路の乗り口があるじゃないですか、あそこに乗せようとするすぐですよ、もうちょっとすぐでしょ、で俺三丁目分からんけど絶対距離的におかしいもうありえへんかなと思ってもう乗ろそうとするのやめて速道に行ったんですよ、なんか左へ曲がってくださいみたいな、もう左か、なんかもうなんか新しいルートを探しますって、はいはい、なってるんですよ、うん、左曲がってくださいまあ曲がるよそれやと思って、で曲がったらまた左へ曲がれ、うん、でもう一回左曲がる、うん、気づいたらまたそっち出てきてるんですよまたまたほんで高木町からまた乗せよういや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 ない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 それはないわ思いながらも考えられますわまた無視したったんですよ、ほらまた左曲がれ、はいはい、また左曲がれ、はい、また左、はい、また出てきたんですよ、はい、もう分かったと、はい、どういう決着をこのガキつけようかと、はい、この俺様を高木町から乗さすんやな、はい、よっしゃ乗ったら、はい、どんな決着つけんだ、はい、高速もタダやないぞ、はい、乗ったら、はい、高木町乗ったんですよ、はい、乗って300メーターか400メーターぐらい高速をぐー走ってる時に目的地周辺です
師匠。春さん。さっきから結構食べ物の話が出てまして、はい、僕結構あのカレーが好きなんです。カレー、はい、でカレーはもういろんなちょっと美味しいという評判のところに行っては必ずカレーを注文して、で僕のカレーの食べ方っていうのはまずカレーが出てきます。まず見た目でああええー、なーと思ってまずそのカレーの雰囲気を楽しんででその次にこのスパイスのなんかあいい匂いがふーっと香りつく、あーええー、なーと思いながら味わうんです。でそれからカレーを食べ出すんですけども、つい先日もその、まあ、美味しいカレー屋さんに行ってて、はーえー、美味しい、ふーっと食べてたらパッと見たら長いなんか茶色の髪の毛が1本だけあったんです。やっぱり食い物の中に髪の毛が入ってるっていうのは嫌 やなと思いながら、でもちょこちょこ行ってる店なんで、お姉さんを、ちょっとお姉さんちょっとごめんごめん髪の毛入ってるごめん言ったら、女の子も気づくと、あすぐ買えますから言うて、女の子がスッと引いた途端に髪の毛がシュッとなくなったん、ほんであれと思ってふっと見たら、ここのとこにカレーのついた髪の毛が。ほんで、お姉さんも迷いながら、どうしましょう。はい、いただきます。ね。結局は自分の自分のあそんなまだ長いのはあのこのね、91に分けてるんで、91ででこの91に分けてて食べるときは割と綺麗にセットして食べるんですが、ははそのたまたまわがままな髪の毛がこっちに来てて、で僕はこうしてどうしても匂うもんなんで、匂いなら匂いよかいいなと思いながら近い近いですよ。で今の髪の毛ずっと言って、それがどうしてもどうしても気になったという。今日めっちゃカレー食べたいですよ、ね、食べたくなるでしょ。カレーってカレーやめるから散髪してもらっていいですか。どっちもやめません、どっちもやめません。あ、大輔、今から15年ぐらい前の話なんですけど、近所のお風呂屋さんに行ったんですよ。もう自然にね、自然に体がね。宮川大輔さんが非常に好きで、ちょいちょいとあのオチがついてないところがあるんですね。そこはあの強引にあのこう擬音でこうあの切り抜けるみたいな、そこがあのすごい素敵だなっていう。喋り方にすごい特徴がある。っていうか、それですごいやっぱインパクトがいつも残るのがやっぱ宮川大輔さん。滑らんなぁ、滑らんなぁ、滑らんなぁ。ボディーランゲージを交えながら、あの宮川大輔さんが面白いですね。宮川大輔さん、素晴らしいこう動きとね、擬音で宮川大輔さんが好きですね。毎回爆笑させていただきますね、あの体の動きと、あの言葉と。やっぱり宮川大輔くんでしょうか。ゴールデンという抑圧の中でどれぐらい羽を羽ばたけるかっていうところを非常に注目しております。大阪の時の話なんですけど、はいはい、今から15年ぐらい前の話なんですけど、近所のお風呂屋さんに行ったんですよ。ほんならあの、まあ、そこのサウナものすごい小さいんですよ、うん、3人ぐらいで入るぐらいのサウナで、で僕と後輩が入ってたんです、こうやって。ほんなら一人入ってきはったんですよ、うん、ほらその人はもうまあこっちの方やったんですよ。あ、ですごい柄悪い方 でうわ怖っと思って、僕と後輩ビカッてなりながらこう前にバーン座らはったんですよ。でこうやってダーン座らはったんですよ。で怖いなと思って、でこうパッて見たらこの辺にものすごい傷があったんですよ、グワーって。でうわ傷ある、めっちゃ切られはったんかなと。でずっとその傷をこう目で追っていったら、ここね、こうずっと切れてて、こっから傷がちょっとなくなってて、息子が
ちょっと切れてここ切れてここ何十針縫うてあるんですよ。何十針縫うてて、ここ一針だけちょっと縫うてここまた10針ぐらいだからずっばいから多分へこってるあかんそこはみたいな一瞬ちょっとなんかあっっていうもう自然にね自然に体がね一瞬ちょこっと切られたら一針だけ縫うてるこれは男ならわかるよ一瞬逃げちゃうからねそこはね根性とは別の問題根性はそれありがとうございます。すごくいいですよこれは。はい。あ出た北見。おお。が。ハンサムトーク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 。さっきビビって思ってたからね。あの僕。この後予選大会を勝ち抜いた男の滑るの愛ハンサムトーク。あ出た北見。さっきビビって思ってたからね。あの僕幼稚園の頃から今日までずっとモテ続けてるんですよ。まあシュッとしてるしね。エグザイル、エグザイルみたいなね。モテ期が止まらないんですけども。でそんな僕も一番モテてた時期がありまして、それが高校生の時で、でその高校生の時の話なんですけど、僕の高校生の時ってカラーギャングっていうものが流行ってまして、であのカラーギャングっていうのはその自分のチームカラーを決めて、それを身につけてるストリートギャングみたいな集団なんですよ。例えば青ギャングだったら青のものを何か身につけてるみたいなそういう集団なんですけど、僕地元が新潟でして。新潟に白ギャングと赤ギャングっていうチームがあったんですね。でそのギャングちょっと変わってまして、メンバーが全員女性で構成されてるんです、で女性で構成されてるんですけど、なかなかイケイケですごい有名なギャングだったんですけど、ある時白ギャングに彼女がいる僕の男友達から電話がありまして、北見ちょっと大変なことになったと、どうしたって聞いたら、今彼女から聞いたんだけど、白ギャングのリーダーが北見のこと好きらしいって言うんですね。そしておモテるね俺みたいな。いやそういうことじゃないと、白ギャングが敵対視してる赤ギャングのリーダーも北見のことが好きらしいって言うんです。今モテモテや白ギャングと赤ギャングで北見を取り合って抗争してるって言うんです、で今夜白ギャングが赤ギャングを呼び出してちょっと話し合い決着をつけようとしてると。でもしかしたら怪我人も出るかもしれないと。で僕も彼女が怪我したら嫌だから、北見が間に入ってちょっと止めてくれないかって言われたんですね。で僕もちょっと嫌だったんですけど、まあ友達ということなんで聞きまして、でその夜に指定された場所に行ってみたんですね。で空き地みたいな場所だったんですけど、近くに行ったらその女性の罵声やった の知り合いがすごくて、始まってるわ、お前何なんだよみたいな、ふざけんじゃねえよみたいな、でうわ嫌だなと思ったけど入って行ったんですね。そしたら女の子がバーっていまして、で僕リーダーの顔わからないんで、その入ってってちょっとリーダー2人こっち来てくれっていう風に言ったんです。そしたら女の子が2人来まして、であれ北見くんなんでこんなとこいるのみたいになってるんです。もうリーダー僕のこと好きなんで、で僕は今俺を取り合って揉めてるんだろうと、俺を取り合って揉めるのはやめろって言ったんですね。で俺こういうのは嫌だし、争うことも嫌いだから仲直りして、で他のメンバーも今日早く帰って解散頼むっていう風に言ったんです。そしたらリーダー僕のこと好きなんで言うこと聞いてくれるんですね。まあ北見くんが言うならって言って、でその場握手させまして、で解散になったんですよ。そうなんです。で僕よかったらと思って家帰ったんですけど、で後日また僕に最初に電話かけてきた男友達から電話がありまして、北見大変なことになったと。大変なことになった。いやそんなはずないと、俺はお前に言われた通りちゃんと間に入って仲直りもさせたし大丈夫だと、怪我にも出てないし放送もなかったっていうふうに言ったんですね。そしたらそうじゃないと、北見が仲直りさせたせいでリーダー同士が意気投合して赤ギャングと白ギャング合併して桃ギャングになっちゃったんです。僕あのハンサムすぎて一つのギャングチームを作り上げてしまったんです。このハンサムが悪かったのか、俺ほどのハンサムだっていう、ハンサムトークの完成ですよ。
ムをくっつける力があるねえ。これ我々できないですもん、そんなハンサム一つのジャンルまで作りましたもんね。いきます。まあ他局でね申し訳ないんですけど、もう何年か前にね、ガキの使いっていう、まあ番組はずっと僕25年ぐらいやらせてもらってるんですけど、この後ガキ使の舞台裏で起きた滑らない話。ひとし松本の滑らない話10周年おめでとうございます。10周年おめでとうございます。まあ他局でね申し訳ないんですけど、もう何年か前にね、ガキの使いっていう、まあ番組はずっと僕25年ぐらいやらせてもらってるんですけど、その時に、まあ、あの番組は一応なんかこう、まあ、毎週とまではいかないですけど、まあ、実験的なことをね、うん、ちょっとやっていこうっていうコンセプトではやってるんですよ。ほんで何年か前に一回考えたのが、なんかおなら対決みたいな、おならのこき合いで、なんかみたいな対決を企画して、うん、そんなもんおならなんて自然に出るわけがないので、うん、まあ、そのでっかい注射器みたいなのに、まあ、ゴムのこんなチューブでおけつに先入れて空気をある程度溜めて、みんなでいろんな音色のおならをこう対決みたいな、まあ、企画でやったんですよ、会議で。じゃあまあおもろいんちゃういけんちゃう、じゃあ来週やろうねって、まあ会議一生懸命やって帰りますよね。ですがその収録の日ですよ。でもああいうのってまあ皆さんご存知でしょうけど、結局 AD とかスタッフがみんなシミュレーションをね、やっぱほんまにちゃんとできるのか、でどれぐらい入れたらちょうどいいのか、入れすぎてもあかんし入れなすぎてもあかん、でどんな風にやったらどんな音が鳴るのかってみんなやっぱりスタッフもやってくれるんです。で、まあ我々にもこうしたらいいんじゃないですかとか教えてくれるために、まあ昼からやってるんですよね。で我々にしたらまあ夕方ぐらいにまあダーッってまあ入るんですよ。なんかね、めったにそんなことないんですけど、なんかその段取りが悪くて、だんだん俺本当にね25年やってて、そんなこと 2,3 回しかないんですけど、何待ちやこれってなって、ちょっとさすがにだんだん腹立ってきて、ちょっとセット見に行くって言ってセット見に行ったら、またなんか僕がねその会議で言うたイメージしてたんとなんか全然違う感じのセットで、さすがにちょっとあもうええわちょっと集まれって言って、まあ、こんなの本当ないんですけど、もう僕の、まあ、そんな大きくないくない楽屋にね、もう男ばっかりですけどね、30人ぐらい並べお前らって言って、どういうことやと、セットも俺の言うてたのと全然ちゃうし、何のための会議やと、こんなもんね、番組っていうのは信頼関係でやっていかないとあかんねやって言うたんですよ。ほなこうみんなパー立ってるんですけど、何人かがもう震えてるんですよ。嘘でしょ嘘でしょ、あれあれ嘘やろ。で俺トーンがめちゃめちゃ高かったから、その時は分からんかったんやけど、ちょっとトーン落としたら至る所で屁こいてるんですよ。とにかくみんなもうシミュレーションで屁が止まらんのよ。でもみんなグローなってて、俺もうやばいと思ったんやけど、その振り上げた拳を下ろされへんから、なんか、ま、兵に負けるかって兵隊俺みたいになって、衣装もな言うてたんとちょっと違うしななあとか言うたら、なんかブーブーなあブーなあブーブー。で一番偉いやもうチーフの柳岡っていうのが一番兵こいてるやつ、前からでしょ松本さんがこんなに言ってんのねって言って、ケツバーン蹴ったらブリブリブリ全員で大爆笑してへーって偉大やね、へーって偉大やね。いやあれは笑ってまうわ。あれは奇跡のような出来事でした。ちょっと疲れた。じゃあ行きます。いやあ、ひよちゃん、ひよちゃん、はい、これも5、6年ぐらい前ですかね、急にお尻が痛くなって、あら、もう座ったら激痛ぐらいの、え、何何めっちゃ痛い、痛い痛いってなって、うん、もう普通に座ってられへんみたいな、うん、で自分のこうちょっとスフィンクスみたいな感じでこうなったら痛くないみたいな、うん、痛くないとこ探してて、でもこれめっちゃ何それになったら痛ってなるし、うん、でもしゃあないなってなってて、うん、で大阪でラジオをずっとやらせていただいてて、うん、そこはもう座らなしゃあないんですけど、うん、もうだからちょっとスフィンクスみたいな感じでこう3時間ぐらい喋らせてもらったんですけど、うん、めちゃくちゃ痛いわってマネージャーに言うたら、うん、病院行った方がいいですと、うん、でわーって言って、初めてのとこですいません言って、あの受付して、だ待ち合いでお待ちくださいって言って、わって見たら何人かいたはるんですけど、みんな痛いから、
でそれぞれの肩っていうのがあんねんな。なるほど。あのパッて見たら一人はあの外野手がフライ追いかけてるみたいな角度で座ってる。もう一人はもうリンボーダンスもうほぼ成功ぐらいの感じで座ってたりとか。でそこに俺はスフィンクスでまたこう入らせていただいたんですよ。ほんで予約してたからすぐ呼ばれて、で兵藤さんあすいません言ってで、まあ、ちょっとまあパンツ脱いで見てもらったら痔瘻っていう病気だと。で海が溜まってると、ストレスかなんかでそれ溜まるんですと、これ手術した方がいいですってなったんですけど、今はできないから、ちょっと海を今からメスで切って出しますって。で思ってこれ痛いっすよねって看護師さんとかに聞いたら痛いですって普通に言うんで、思いながらしなしゃあないわ思って、あの足をこうやって置くような台のところに足置いて、お尻出してこういう状態ですね、足置いて折ったら、いまだに謎なんですけど、なんとかさんって言って言うたんです、看護師さんの一人が。シャッてなんかカーテン開いて、まあおばさまみたいな人がわーって出てきはって、急に僕になんかこうハンカチみたいなのを出すんですね。でえって言うたら、痛かったら噛んでいいよ、うん、あ分かりました、急に僕の手をその人がギュッと握るんですよ、ほんでじゃあそろそろまず麻酔行きます、バーン行かれた時にむちゃくちゃ痛いんですよ、これ俺痛ーって言うたら、その手握ってる おばさんが痛いね痛いね痛いねってなんか寄り添ってくれるんですよ。俺が痛い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 って言うたら痛い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 って同じトーンで痛がってくれるんですよ。何この人思うけど痛いし、でもうわーうん痛いねってずっとずっと痛い中痛い中ずっと言ってくれて、ほんで最後うわーって終わって、はあって放心状態になってる僕のところに、なかなかその辺で見えひん缶のポカリスエット持ってきて、はいって渡して去っていったんですよ。ほんで何なんやろ思って、でも痛いから処置してもうて、ほんで待ち合い出て、でお会計して、で病院出ようかなと思ったら、他流派の方の方ですかね、奥の方で痛ーって聞こえたんですけど、その後からまた痛いね痛いねってさっきのおばさんの声したんですけど、あの人はそれ専用なんかな。寄り添い係、寄り添い係。いや二郎がほんま大変ですよ、俺かってそうやからね、そこまで多分ひどくないと思うけど、ね、あのもう一個道ができちゃうんだよね、お尻。そう、そう、そこに海が溜まるんすよ。浜田それ2個あんねんで、肛門が3つあるみたいな。サブローって呼んでるらしいです。サブロー。ジローやから。ジローじゃなくて。サブロー。そんな話どうでもええわ。いきます。それ。下見。ありがとうございます。あの、僕なんですけど、あの幼稚園から今日まで、ずっとモテ続けてるんです。モテ期が止まらないんですよ。そうですけど、中でも一番モテた時期が高校生の時でして、その高校生の時の話なんですけど、僕の高校生の時はカラーギャングっていうのが流行ってまして、でカラーギャングっていうのは自分たちのチームカラーを決めて、それを身につけているストリートギャングみたいな集団なんですけど、僕地元が新潟でして、で新潟に白ギャンと赤ギャンっていうのがいたんですね。でけどこの白ギャンと赤ギャンちょっと変わってまして、メンバーが全員女性なんですよ。はい、である日その白ギャンに彼女がいる僕の友達から連絡がありまして、おい北見と、今ちょっと大変なことになってる、何って聞いたら、白ギャンのリーダーが北見のことを好きらしいって言って、僕はモテると思ってたんですけど、いやそういうことじゃないと、白ギャンと敵対意識してる赤ギャンのリーダーも北見のこと好きらしいと、北見を取り合ってギャングが構想してるって言われたんです、でそれで今日その白ギャンが赤ギャンを呼び出してちょっと構想になるかもしれないみたいな感じだって、で僕俺も彼女が心配だから、ちょっと北見がちゃんと間に入ってそれを止めてほしいって言われたんです、で僕ちょっと僕会ったこともないし、その白ギャンも赤ギャンのリーダーも会ったことないし嫌だって言ってたんですけど、もどうしても頼むって言われたんで、僕その言われた場所行ってみたんですね、そして行ってみたら、もう近く行ったら、その女性の罵声すごくて、なんなんだタバーみたいな、うるせえよみたいなのもすごい聞こえてきて、いや僕も嫌だなと思いながらも入ってって、ちょっとリーダーの人っていう風に言ったら、リーダーの2人が来たんですよ。でもリーダーの2人僕のこと好きなんで、あ北見くんなんでここいるのみたいな感じになってるんですよ。
はい、で僕はそれでいや2人とも今俺を取り合ってるんだろっていや俺そういうことは俺嫌いだからやめてほしいと仲直りしてくれっていうふうに言ったんですね、うん、そしたら2人とも僕のこと好きなんで、まあ、北見君がそう言うならみたいな感じになったんですよだから僕それでじゃあ2人とも今日握手してもう解散しよう、うん、もうみんな家帰ろうみたいな感じになったらその2人とも握手してその場解散になったんですね、うん、で僕もああよかったと思って家帰ったんですよ、うん、そしたらけど後日またその僕に電話かけてきた友達から電話ありまして、うん、北見大変なことになってると北見が仲直りさせた時に赤ギャンのリーダーと白ギャンのリーダーが意気投合して合併して桃ギャンになったって言って、うんそうです僕色混ざってそうです僕ハンサムすぎてあの一つのギャングを作り上げてすごいハンサムトーク素晴らしいついに炸裂ハンサムトークすごいスケールがすごいそれな聞いたことないそんなことないすごいねちょっといきましょう参りましょうあ陣内はいTMC っていうスタジオあるじゃないですか、うんはい、東京メディアシティっていうキルタスタジオによくもあれっていろんな各局の番組を収録して、うんうんうん、ドラマとかも撮影されてるんですねそうそうそうで僕ちょっと早めに仕事が終わったんで1時間ほど早くその TMC の学園に入ったんですよ、うんはい、でそれは特番の収録やったんですけど、うんまあ、ちょっと休んでおこうと思って、うん、で学園に入ってテレビつけたら、うん、あそこの楽屋っていろんなスタジオが映るんですよね、うん、収録してるとことか、うん、それこそリアルにドラマが撮ってるところとかが映るんですけど、うん、僕がパッとつけたらたまたま僕が出る特番のカメリアンをしてたんですよ、うん、スタッフの皆さんが、うん、で首からねこう名前をぶら下げてるんですよ、うん、タレントの、うん、関根勤とか、うん、鈴木奈々とか、うん、でもで陣内智則ってつけても AD の、うん、あここに座んねやとか思いながら、うんまあ、どんな番組知らなかったんだよ、うんほんならそのカメリアなんでこう司会者の人がちょっとこうスタッフだけで楽しむような感じで関根さん今日何食べたのみたいなことを言ってるんですよ、うん、まあ関根と扮するまあまあ AD が、うん、カレー食べましたみたいな別にそんな大した話じゃないですけど、うん、それでクク笑ったりしてるんですね、まあ、リハやからね、うん、でほんで鈴木奈々ちゃんの AD の女の子に、うん、靴汚いねって言う、うん、ほんでカメラさんがブワーって靴を寄ったら、うん、してなかったんですよ、うん、ほんならまあわー笑ってるんですよスタッフが、はいなるほ, どね、ほんでその司会者が今欲しいもの何って言ったら、まあ、鈴木奈々扮する AD の女の子が、うん、お休みですって言ったんですよ、うんうん、そこは靴だろお前みたいな感じはでももう芸能人の感じでやってるんですよ、うん、次僕扮する陣内智則に、うんうんうん、陣内君はいいね今日終わったら奥さんの手料理食べれるからって言うてんですよ、うん、あれって思って、うん、ちょっと待ってよ、うん、楽屋でな何この感じだ、うん、僕扮する AD のやつがちょっとニヤッとして、うん、いや僕奥さんいないんですよって言うてるんですよね、うん、あれなんかどっか聞いたことあるな首なんかいや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 綺麗な奥さんで羨ましいよって言うてるんですよ、うん、言うてんですよでその僕扮する AD が、うん、いや離婚したんですよって言うてるんですよ言うてる司会者が、うん、って言うてるんですよ僕と松本さんがよく番組で陣内お前家の奥さんおっていや僕離婚したんですよ知ってるやろっていうくだりを僕がいないとこでスタッフがゴリゴリにいじってるんですよ僕をこれ何やこれ思って汗かいてきてこんなとこでこんないじり方してんねや思ってこんなんか司会者が家帰って奥さんおるからねで僕が僕扮するやつがいや僕離婚したんですよでそいつが言うて、うん、僕扮する AD が、うん、いや知ってるでしょう言うて、うん、ケタケタ笑ってるんですけど、うん、その司会者の首から、うん、草の人をして絶対せえへん草野さんそんな金せえへん絶対草の人にそんなこと絡んでこへんと同じ人としても全然ちゃうからただやりたかっただけみたいなあと無理にしてもリアリティだよそうなんですよ僕のいないとこでスタッフ同士がその絡みで遊んでるんやみたいなゾッとしてあれ見てまうわでもな見ちゃう見てまう何言うてんのかなっていう持ちネタとかやつがごめんね行きますおっしゃこれほんとちょっと前の話なんですけど後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けでダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、うん、1個
ガス東京ガスからの紙が来てて普段 見ない紙で開けてみたら、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ。ほんで、あの後から分かったんですけど、最近引っ越ししたんですよね。でいつも振り、あの引き落としになってたんですけど、最初の月はなんか払い込んでくださいっていう、そういうのがあるみたいなんですよ。で僕それを忘れてて、最初の月の払い込みだけ忘れてて、ずっと引き落としになってたんです。でもその最初の月の分が払い込まれてないんで、ガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ。でまあ酔いながらも、これもう払えるん明日の朝ぐらいしかないわ、なんかコンビニでも払えない、ちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで、部屋に慌てて戻って、それを財布の中に入れまして、あこれ入れたら忘れるかもしれん、でも出してたら忘れるかもしれんと思って、あの電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、あのボールペンでガス代忘れないって書いて、テーブルの上に財布で押さえといたんですよ。でそのまま寝たんですよ。で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、いやおはようって言ったら、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、え何その感じって言ったら、え別に、うん、いや違うやんそれ言うてやなんやねんって言ったら、うん、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないんですよ、うん、いや何やねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よマジっすよマジですよ、ね、でそれでもわからないから、ガス屋が誰かがわかんないから、ガス屋忘れないっていう、そうそう、ね、ガス屋言われてもわからないですから、誰やねんっていうか、そういうのおっしゃるのわからなかった、全然わかんないですよ、ガス屋って誰やん、そんなふわっとした名前ならわかんないですよ、誰よ気持ち悪い名前ですし、誰よそれって言ったら、その紙を自慢げんかして、バカじゃないの言って、でそれでも紙が分かんないんですよ。でそれ見てもうなんかわって分かって、説明がするのもなんか怖いじゃないですか、もう何が起こりすぎて全部がもう何やその感じ、決着つかないんだ、はあ折り合いが、感情の折り合い、金合いが、ガスよ、ガスよ、大変やな、大変っすよ、まあね、かわいらしいけどね、これめっちゃ、いきます、はい、いい感じでばらけております、おー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 、いやー、バッチリのところに出ましたよ、木村さん、ね、カツラをかぶるきっかけってあるわけですね、これをつけるきっかけってのは、まあ、何でもそうですけど、入れ歯を入れるきっかけ、眼鏡をかけるきっかけ、最初の頃その、まあ、なぜかぶったかというと、まあ、毛が薄くなったからですね、はげたからですね、であのやっぱりあの別にあんまり気にならないと思うんですけどね、木村さんはそうでもね、あそうですか、それでまあかぶる決意をしたわけですね、でかぶってやっぱりそのステージに出るということは結構勇気がいるわけですよ、はい、今までハゲてる、はい、ツルツルハゲてるわけですから、はい、急変するわけですね、はい、そうするとみんなの目も違うじゃないですか、はい、で最初すぐそのいいカツラに出会わないわけですね、はい、やっぱりあの辺の町の商店にある普通のカツラ屋店をこう回って、はい、ずっぽりのカツラを何個もこう着用しながら、はい、それこそありますよね、ひらがなでカツラって書いてるみたいな店、そういうところに出入りして、はい、でもつてもないですからね、はい、で出入りして、まあ、かぶってなんかやっぱりこう、仮装行列みたいな頭になるわけですね、なんかこう分厚くて、そうなんですね、でみんなジロジロ見るわけですね、ハゲてる時よりみんな見るわけですね、だからそれは、そうですね、違和感っていう意味は、ええ、それでまあ私も芸人をやりながら、まあ舞台に出て、まあみんなその頭をジロジロ見て笑ってるわけですよ、いやこれはまずいなと、はい、なんか方法を考えないといけないと、でやっぱりこのお金を出せばいいカツラが買えるんですけど、まあその当時金があまりなくて、まあそういうカツラをかぶって頑張っていたんですけど、ある日ですね、私の大先輩がものすごいいいカツラをかぶってて、楽屋で2人だけご一緒になったわけですね、そしたら私のそのカツラを見てね、それおかしいよと、金郎さんそれはね、ちょっと分厚すぎるよって
それで私もちょっと専門用語がわからないんですけど、分厚いどこから見てもカツラに見えると、まあそういうことでしょうね。それで言われたものですから、いやこれまずいなと思って、実はね僕は紹介してやるよって、でその人もカツラなわけですよね。で私はその人 その使用前後知らないわけですね。ええ、全くその中身を知らない。そうですよね。あ、そうでいいんですか。いいんですか。でその時はまた断って、また仕事であって、うん、もうそのたんびに紹介してやる、紹介してやるって、はいはいはい、結構遠慮してたんですよ、はい、やっぱりその人と同じところのカツラをかぶりたくなくてね、はい、そしたらもうしつこく言うもんですから、はい、じゃあ紹介してあげましょうということで、私にそこの名刺をくれて、ここに電話をしてください、はい、ただ電話をしたら、はい、その人の担当とは別な人が出て、はい、はい、じゃあ、お越しくださいと、はい、でそして行ったら、あの人すごい勧めるんだけどどうしてですかって聞いたら、実はね勧めて一個 誰か一人をこう紹介すると、その自分が今かぶってるカツラがサービスだという話を聞いたわけですね。結局一個そのやっぱ 5,60 万するわけです。あ、そんなに、それがタダになるわけですね。タダになるわけだから、それではまあ、あの人の意図が分かって、で何年かこう日常の生活が進んでいって、はい、私もちょっとブレイクするきっかけができて、はい、そしたら何年かしてるうちに、その紹介してくれた方がですね、はい、うん、突然死んじゃったわけですね。亡くなっちゃったわけです。これもそれも私もカツラを紹介してもらったんで、はい、もうとにかく、葬式に行こうと、はい、まあ、通夜には行けなかったんで、はい、告別式に参加したわけですね、はい、参列したわけですね、はい、そしてまあ入っていくじゃないですか、はい、で映画ありますよ、パッと見たらね、そのカツラをかぶってない時の写真だったわけです。こんな顔だったんだってじーっと見て初めて見たんですね。驚きましてね、これは参ったなと思って、それで関係者の方がその棺に入ってるその先輩を見てくださいって見に行ったわけですね、はいはい、そしたらカツラをかぶってるわけです。こっちは遺族、だから私は2人見てるわけです。全然別人なわけですよ。え、まあ、もちろん顔は変わってるし、白っぽくなってるし、そのカツラがですね、その私が普段見てるカツラとずれてるわけですよ、横へ。はい、もう横になられてますし、もう横になってるし、なんか全然違うんですよ ね、 ね、普段かぶってる、かっこよくかぶってるのに、あ、これはかわいそうだと思って、はい、私は人がいなかったんでね、先輩すみませんっつってね、カツラをずらしてあげたんですよ。ところがですね、動かないんです、これがね。顔が動いちゃって、これやばいと思って、そのままこれ参ったなと思ってね、顔が動いちゃったの。顔が動いちゃった。大丈夫ですか、そんなことして。いや、かわいそうじゃないですか、あのままの姿でこう焼かれると、これは参ったなと思ってね、カッチン止めてあるんでしょうね、うん、だから私はね、その時にね、ああこれはもう自分の人生に重ねたわけですね、はい、これをね、うん、あ、私も最終的には終着駅はここなんだと、はい、うん、いつかはね、はい、あ、これは家族に帰ってから家族にちゃんと話をして、はい、もし私が亡くなった時は、はい、そういうことがあった時は、うん、あの家とこっちの顔と、はい、同じものにしてくれと。それどっち？かぶってるの。かぶってるのとこっちのと全く同じにしてくれと。それで、はい、ね、そのカツラを、はい、もう接着剤でね、はい、ビャーっとそれこそこう動かしても、はい、この動かないようにきちんとかぶってかぶして、はい、私を見送ってくれと、はい、私は、家族に相談したのであります。はい、そこまでです。あります。軍人か。いや、勉強になりましたね。あ、そういうことがあるんですね。ありがとうございます。本当にあれ大好き。はい、僕コンビを、まあ、星ちゃんと組んでたんですけど、で別れまして、でまあ一人でお芝居を、うん、ちょっとしたいなと思って、まあ、舞台ばっかりやらせていただいたんですけど、である舞台に出させてもらった時の話なんですけど、まあ東京で1ヶ月ぐらいしてから、まあ、地方に回るんで、うん、で、まあ、1ヶ月終わって、まあ、1ヶ月の間に、まあ、みんなでなんか今日食べに行くみたいな打ち上げがあって、でその1ヶ月の間にその主演の役者さんと、あとまあ
大御所ではないですけど、まあ、30ぐらいの女優さんで若手の女優さん、この3人がちょっと好き嫌い、いや好きみたいな、ちょっとこうなんか、その主演の男優さん役者さんにこう2人がちょっとこうグイグイっといってる感じがあったんですよ。でそれ僕ずっと見てて、あなんかすごいなと思ったんですよ。舞台ってこうなんやな、やっぱりとかでいろいろ思ってて、で東京が終わってで地方に行ったんですよ。で地方に飛行機で行って、で飛行場からちょっとしたバスに乗って、まあみんなでちょっとこう九州やったんですけど、移動しようと、で移動日やったんですよ。で着いて、ほんでまずその役者さんがドーンとこうバスの後ろじゃなく真ん中に座らはったんですよ。で僕そのちょっと2個ぐらい後ろに座って、でどう座らはんやろうその女優さんやらは、2人はと思ったら、その若手の子が初めその大御所のその男優さんの横ぐらいに座ったんですよ。で、あ行きよった攻めよったと、ほんならその大御所の大御所いうかその、まあ、女優さんがバーって来て、その子の横にバーン座ったんですよ。だから、男優さん、そう大御所の女優さん、若手の女優さんっていう並びになって、大御所さんが潰していったんですよ、バーンとブロックしたんですよ。ほんでブロックしたと思ってで、地方ですからこう気合入ってんなと思って、僕はもう後ろでクッなってたんですよ。でまあ移動して、で1時間ぐらいこう、まあ、高速とか走ってたらインターチェンジに入ったんですよ、休憩ね。でインターチェンジみんなトイレ行ったりなんかね、いろいろこうタバコ吸うたりとかして、で帰ってきたんですよ。でその大御所の女優さんが遅かったんですよ。で遅いなと思ったらギリギリに乗ってきはったら、こうフランクフルトを1本持って、こう来はったんですよ。で初め僕、あフランクフルト買うたはんや、あフランクフルトなんか食べはんやと思ったら、その今いただいていいですか、すいませんちょっと匂いしますけどみたいみんなに、はいって言ったら、そのね、あのケチャップとあのマスタード一緒のやつプチッと折って、こうチッシッとかけて、でそのいただきますって言って、なんかこう熱いわみたいなのが始まったんですよ。で僕初めんと思ったんですよ、んと思ったんですよ、んと思ったんですよ。ほんならここについてるね、ケチャップとかこうプッとか音鳴らしたり、なんかこう、ああこう言ってんのに、あ熱いから、あ熱いわとか、そんな熱ないよな、一回出して、また、とか、なんかチュパ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 チュ、すごいな、うわ、すごいな、とか、すごいな、アピールがね、アピールが。で、それ、まあ、食べ終わらはって、まあ、なんてない話してるんですけど、その、役者さんは一個飛ばしでまたその若い人とかに、なんか九州っておいしいもんあるよねみたいな始まったんですよ。で、あれあれあんだけアピールしてはったのに、これ無視されてるのかそれかどうなんやろうと思ってこう見てたんですよ。でまた1時間半ぐらい経ったらインターチェンジ入ったんですよ。ほんでまあみんなでまたトイレとか行って、僕おもろいなと思って、ほんでまた帰ったんですよ。ほんでまたその大御所といいますか女優さんがまたギリギリなんですよ。であれと思ったら、バカ帰ってきはったら、次はちょっと白っぽいでかいフランクフルトこうだったんですよ。え、2本目2本目1時間半やで、女子やろ、ちょっとペース早いな、ペース早いよ、フランクのフランクなんかもう一本でええでしょ、一日もうまた行ったほな次はまたケチャップビューやってまた続いてやってで次もうこんななんですよ、全然いいぜ、お前ほんまやろな、ほんまですってほんまでますよね、うわまた始まった何やってんのよお前、フランク白い、白い、ドイツのやつでしょ、ほんまにやってるドローンってしたやつ大きいわ、それを見てた話何やねんそれ、フランクの話、フランクの話、フランクの話、いやでも絶対アピールやったと思うんですけど普通に食べた、日本は多いな、普通に
たまたまだけど僕はそう見えたっていう、宮川さんがそう見えただけで、その人は普通にフランク好きなだけです。大丈夫、じゃあ行くぞ。もうさあ、はい、こちら行きます。宮川、どうだった？これね、はい、あの僕幼稚園の時の話なんですけど、うん、仲良かった高橋君っていうね、同級生がいて、で高橋君には2個上のお兄ちゃんがいたんですよ。ほんでお母さん同士も仲良かって、はい、高橋君とか遊びに行こうって車で行ったんですよ。ほんで、高橋君とこ着いて、ほんでお母さんはお母さんで喋ってて、で僕らこっちで遊んでたんですよ。で何しようやったらかくれんぼしようってなったんですよ、はいはいはい、ほんでその時僕が負けたんですよ、鬼になって、はい、ほんで数えてたんですよ。ほんで、まあ、バーッと隠れに行って、うん、で90、100、もういいかい言うたらシーンってなったから、よし探そうと、はい、で結構高橋君のとこって金持ちなんですよ、うん、で家が広いんですね。でいろいろ探してもいい日なんですよ、はい、でいい日ないい日なと思ってて、ほんならそのお兄ちゃんの部屋ちょっとだけ空いてたんですよ、はい、でお兄ちゃんのとこかなと思ってパッてこう入ったら、こうカーテンがね閉まってたんですよ、はい、であいいなと思ったら、でもパッてそれよう見たらカーテンがちょっと膨らんでるんですよ、はい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 、ほんであここに隠れてると思ってパーって行ってサッてめくったんですよ、はい、ほんならお兄ちゃんがあの弟のパンツずらしてお尻を見てるんですよ。ね、ほんであ見つけたって言ったらシッって言うんですよ。ほんでえって言ったら検査してるって言うんですよ、お兄ちゃんの方が、はい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 、で「え検査してる？」って言うたら「お尻の検査してる」って言うんですよ。ほんで「お尻の検査してんや」と思って、僕も何や分からへんけどこう正座でそのお尻の検査を見てたんですよ。検査やから何か分からんけど、ほんでもうそのこの3人やったらこうカーテンなんですよ、分かります、はい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 、でこっちで太陽がバーン当たってるんですよ。ほんでほなずっと「ああ」ってお兄ちゃんがずっと手開けて「ああ」言うてるんですよ、はい、もう弟はもうずっとこうやってるだけなんですよ、ね、ほんで「分かりました、お薬塗っときましょう」って言うんですよ、お兄ちゃんが。ほんでお兄ちゃんこうシャッて出て、またシャッて閉めて、ほんでなんかあの動物の顔のノリあるじゃないですか、はい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 、スタッフ帽子のやつ、あれ持ってきて帽子パッと引き上げて、でそのノリをお尻にガーン塗るんですよ。ノリパーって、ほんで「はいパンツ上げてください、大丈夫です」って言って弟パンツ上げて、ほんでそれで終わったんですけど、なんか僕もたまらんお尻の検査してほしいなって。いや、何でですか、なんか変な気になってきて、あの僕もお尻の検査してくださいって正式に。ほんならあいいですよって言って、ほんでもなんかもう変な気分ですよ、はい、ほんで僕もこうパンツずらしてようやくこうね開けてもらえる時に、下からおばちゃんの声でみんなおやつよってなったんですよ、はい、ほんならお兄ちゃんがやばいってなって、はい、シッって言って絶対言うたらあかんでって言って、あパンツ履きみたいになって、はい、僕もパンツ履いて、まあ検査されずですよ、はいはい、で2階やったんで下降りて行ったんですよ、はい、ほんなら種なしぶどうやったんですよ、はい、おやつね、おやつが、はい、ほんでこうって食べながら、はい、もう俺お尻の検査してほしいってしゃあなかったんですよ。ほんで横お兄ちゃんやったんで、もう我慢できんと耳元で「あとでお尻の検査してください」って言って、ほんならお兄ちゃんってなって、ほんでもう俺もうトウモロコシみたいにわー食べて早してほしいから。ほんで終わったんですよ。ほんでお母さんらにバレるからもう一回じゃんけんしようみたいな、お兄ちゃんがもう一回じゃんけんしようって、お兄ちゃんが負けたんですよ、はい、ほんで俺逃げることになって、はい、ほんでもう一目散に僕隠れるとこ決まってますからね、はい、もうあのカーテンの後ろで、はい、でスチャーなってもうダー待ってたんですよ、はい、ほなお兄ちゃんゆっくりキーって入ってきたんですよ。ほんでわーと思って、でじゃあお尻の検査しましょうってなって、もうすっごい嬉しいんですよ。やっとお尻の検査してもらえるみたいな。ほんでこうパンツずらして、ほんで初めてこうグッて開けられて、はい、もうなんかもうなってるんですよ。そう言うてるんですよ。ほんでわっみたいな、でグッて開けられて、もうなんかもうなんか気持ち的にはもうあんですよ。もうほんで「分かりました」言うて、で「お薬塗っときましょう」みたいな感じで、なんかパッと貼り付けられたんですよ。ほんで僕もプッてなってパッと見たら「パンツ履いてください」って言われて、パンツ履いたんですよ。ほんで
まあそれで終わったんですよ、はい、お尻の検査。でもそのお尻の検査気持ちよくてしょうがなかったです、なんか変な気分で、はい、ほんで何しててもずっとまたお尻の検査してほしいなと思ってでももうお薬出してもうたしなでやってたらもうそろそろ大輔帰ろう言って、はい、で車乗って、はい、ほんならみんなこう送ってくれるわけですよ、はい、でブローン言って帰るねまたね言ってバーって言ってお兄ちゃんに僕またこうお尻の検査してくださいみたいなほんでお兄ちゃんみたいなほんでバー家帰ってで大輔お風呂入りなさいみんなで遊んで汗かいてるから言うてほんで忘れてて お薬のこと、はい、ほんでこうパンパッて脱いだらポトってなんか落ちたんですよ、ほんで見たらあの種なしぶどうの皮やったんですよお薬が種なしぶどうの皮やったんですそんな話ですこの後今夜の MVP の発表、松本さん笑ったあるこれ多分怒ったあるみたいな、危ない危ない、あ、コムト何で今一回天を仰いでるじゃなくてもう確認を、あ、確認を、はい、はい、お参りしますよね皆さん、いやもちろんしますよそんなの、はいはい、去年に後輩とお参り行った時の話なんですけど、明治神宮にお参り行きまして、で並んだのはいいんですけど、めちゃめちゃ並んでるんですよ参拝客が、うんうん、もう大分とです、200メートル300メートル先ぐらいまでずーっと並んでる最後尾ぐらいあって、もうどうするって言ったんですけど、そのために来てるからまあこれは待って、それは一番前まで行って参拝するのがベストちゃんとかって言って並んだのはいいんですけど、まあもうキツキツで僕なんかちっちゃいんで、もう背中でもうほんまにもう足元を見ながらこうやって行くぐらいしか、もうずーっとこのペースなんですよ。ほんでやってたら多分そのカップルがその暇つぶしに始めた行動なんですけど、斜め右斜め後ろぐらいのカップルのある男性が彼女に対してしりとりしないって、まあ別にいやええよ すれば別にそんなに大きな声で言わんでもええしみたいなぐらいな、横におるのにいいよみたいな、なんか聞かせたいのかなぐらいのテンションだったら、もう嫌やな、もうそんなカップルのしょうもないしりとりなんかもそんな言うても、じゃあ僕から行くよっつって、その男の子が、でまあ正月参拝明治神宮お参りいろいろまああるじゃないですか、その時ですから、じゃあ行くね、イチジクって入ったんですよ、何にも見当たらへんし、パッと見たまあ一軸最悪食うてたらまああれですよ、まあそうやね、パッと見たら全然食うてへんし、一軸から入んのまあええねんけども、まあ、いいですよ全然いいですけど、まあ気持ちいい一軸から入るんか、うん、正月でと思うわな、で女の子も全然別そこ笑うことなく、クジラみたいな、うん、で、あ、ラね、うん、分かった、ちょっと待って、ラグーンって言ってもうすぐうんついてるうわうわもううわうわうわってなって、本当にもう気持ち悪い気持ち悪いほんでしかもラグーンって何やったの、何なんラグーンってなんかまああるんやろうと思って、でごめんよラグーンってうんついてるからごめんよ、ラッパに変えてくんない、そこラッパで行くんだもう急遽もラッパかよと思って、まあいいわ、もうこのカップル多分こういう感じなんやろうと思って、まあねうん、女子がパーティー、うわパーティー、うわーパーティーって、で T、E どっち、もう T も E もどっちでもええやん、もう来なさい、イで行ってとかつって、女の子がイで行く必要あんのかい男の子犬、女の子塗り絵、うん、で男の子エマ、やっとエマ出たと、やっとそこでエマ出てきた、ね、女の子マス、まあ、これぐらいのペースで進んでたんですよ、ペースで進んでるからもっとどんどん行ったらええと思ったら、男の子がピタッと止まったんですよ、うん、素で止まると思って、うん、めちゃめちゃあるです、なんか逆にそんな詰まることないやろと思ったら、どうやら何か覚悟を決めてた雰囲気がしたので、チラッと見たら、うん、彼女の方をもうパッと正面向いてるんですよ、うん、進行方向こっちなんですけど、うん、もう彼女の方向いて、うん、好きって言ったんですよ、うん、おなかなかというか自分で仕組む割には偉いと思う、偉い行ったなと思って、でようまあ素で降りてきたなと思って、その感じで、ほんなら女の子が
ずっとこう、まあ、恥ずかしいし結構人もピッチピチの状態で好きって言って、うんうんうん、女の子がすごい戸惑ってちょっと間もあって、うん、女の子どう言うんやろうと思ったら、うん、女の子がキモいって言ったんですよ。反対で、うん、キモいって言われた、うん、でも突っ込みたいけど絶対こんなこと言ったらあかんし、うん、笑いたいしでもこの辺つねりながら、うん、早まいってくれと思いながら、もうどっかで笑かしてと思ってわ、うん、って言っても全然詰まってるし、うん、うわどうすんねんと男がズワ、うん、ってキモいって言われたから多分焦ってるんでしょうけど、うん、キモいって言われたことは多分否定はしたいけどしたくないみたいな、うん、いろんな葛藤があった後に男が女の子に向かって、うん、椅子って続けようとした。また素で返してあわよくば好きって言わせるみたいな、あそこまで考えてんのと思いましたけど、女の子がもうやめないって言って、いいもうそこでいいお参りできました。ほんまにせめてラグーンで負けとけば、ラグーンだよ。でラグーンって何、ラグーンって何か何かあるんでしょう。ねえラブでいいと思うんですけどね。うわそんなん言われたらなんかなんか恥ずかしいじゃないですか。まあ、いいですよ。行きまーす。よし。あ、小籔、うん、中学とか高校とかの時に同じクラスじゃないけどもお互い顔知ってる女の子と喋ったことないけどお互いちょっと意識し合うというか、向こうも自分のことええと思ってんのか、僕もちょっと可愛いなと思ってんのか、なんかチラチラ廊下ですれ違う時目だけパッて合うけど喋ったことない、お互い意識し合う異性みたいなっていうのはまあなんか学生の時あると思うんですけど、僕はあの学生時代にあのお葬式に来まして、それが告別式というかなんですけど、お家のであのお葬式があって、外にはこうテント白いテントであの下でおじいちゃんとかおばあちゃんとかおっちゃんとかお茶飲んでる状態みたいな、僕早めに行ったんですけど、ほんなら若者は僕だけしかいなくて、でだんだん人がバー集まってきたらちょっと若者も来るみたいで、僕の周りには結構テントから出てきたおじいさんおばあさんおっちゃんおばあちゃんが周り囲まれてて、でああまあお葬式かと思ってたら、ここにちょうどあのこれぐらいの高さですかね、ハゲたおっちゃんここにおったんですけど、もういかにもバーコードというかバーコードの例、バーコードハゲとはもうこのことだっていうぐらい、うん、両サイドが黒ってなっててシャってなってるんですね。ああこれバーコードやなとか思いながら、こうほんなら夏じりじり照りつけてるからだんだん油っぽくなってきて、ああまあそうかとか思いながらずっと見つめてたらですね、まあ、金分がバー飛んできて、まあまさかなと嫌な予感するなと思ったら、そのバーコードの上にパッと止まったんですよ。でまあまあそんなこともあるわいなぐらいだったんですけど、ずっと見てたらこの金分としてもそのバーコードだけではちょっと心もとないから、ちょっと上に上がりたいと、でも落ちるみたいな、右斜め上上がっていってちょっと下がって、もう一回右斜め上上がっていったんですよ。なんかこうなんですか、音符みたいやなっていうか思うわけですよね。なんかあこう五本線になんか全音符が乗ってドレミドレミみたいな、まあこれまあチューリップやったら咲いたやなとか思ってだんだんちょっと笑けてくるんですけど、周りおっちゃんおばちゃんばっかりが、僕めっちゃ背高いから浮いてるんですよ。だからここで犯人焼けとかなったら絶対あかんと思ったから、あかんもう見たあかんぞと思ったら、まあこうおっさんがんってなんか違和感感じたんでしょうね。パッてやったんですよ。だから分パーっていってでバーっていったらまたそこ来たんですよ。じゃあもうこれ以上笑かさんとってやかな分と思ってたら、もがいてるんですけど、こう紙でこうなってるからおっさんも気づいてなかったんですけど、もうなんですかね、もがいてるから爪がおっさんの皮膚にサッて当たったんですよ。なら周りに聞こえるか聞こえへんかぐらいの声で「いた」って言ったんですよ、おっさんが。それが「いた」じゃなくて「いた」ってなったんですよ。あれなんで俺の頭皮いきなり痛なんのっていう疑問系やんっていう感じで「いた」って言ったんですよ。めっちゃ笑けてきて、もう絶対笑ったの、周りもう葬式やのに俺笑ったらあかんやん、いたって可愛いやんとか思ったら笑けそうになってたら、だからバッておっさんになったらブーってなったら金分やったんですよ。おっさんも気づいて、はい、こいつかみたいな感じで、はいはい、死ねって言ったんですよ。葬式で
正直みんなシーンとしてお経がバーン並んでるので僕もって笑ってもったんですけど、周りはおじいさんばかりはもう怒んないです、みんな。でもここにおった50ぐらいですかねのおばちゃんもパッて見たおばちゃんもこう笑ってて、ほんで僕もちょっと笑ってる、パッて見てあみたいな、なんか今の聞きましたよねみたいな、なんか板も聞いてましたかみたいな、みたいな感じだった。地元一緒やったからちょいちょいそれからそのおばちゃんと会うんですけど、そのおばちゃんがごっつ色目つこってくるというか、前あのことで一緒に笑い合ったお兄ちゃんやねみたいな感じで、こうすれ違う時いつもチラチラこう見てくるんですよ。ほんで一回僕が南海電車から降りてロッテリアの前でそのおばちゃんが自転車乗ってるんですけど、僕パーってあまた見てくるやろうなと思って見てたら、おばちゃんが見てた僕にパッて気づいた時に浅野敦子みたいに髪の毛かき上げたんですよ。ない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 、確かに笑ったけど、そういう意味ちゃうから笑ったけど、あんたとそんなことならんからっていう。だからその50歳ぐらいのおばちゃんとしかしら目合うだけでお互い意識する関係になったことが一度ありますというおめでとうございますけど、よく伝わりました。いやー滑らんねー、ありがとうございます。すごいね、気持ち悪かった、気持ち悪い。じゃあ皆さん、はい、これでラストに、はい、はい、はい、いきます。今日星が多めなんですけどね、わー、星が多めということでね、僕ちょっとあの鼻輪が全然出てないんで、いいですか、まだ鼻輪でいきます。 ありがとうございます。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それが出てくるんですよ、振り向いてシュッ口な顔で、新山秀也師匠という漫才協会の師匠が、あの普段は夫婦漫才で秀也靖子という漫才やってるんですけど、あのカツラなんですよ。それはあの漫才協会というか演芸界ではもう絶対いじっちゃいけないと、触れちゃいけないカツラでもずっとカツラで何十年もやってきて、で今から6年ぐらい前に結構遅い時間の深夜番組で生放送かなんかで僕がちょっと秀也師匠のカツラをちょっとだけいじったんですよ、でどうせ見てないだろうなと思って、だそれをたまたま秀也師匠が見てて、で連絡が来て話があると、あこれめちゃくちゃ怒られるなと思って、で師匠にお会いしたらありがとうって言われたんですね。実はもう何十年もこのカツラをカミングアウトをしたかったんだけど、もう今さらカミングアウトできなくて、花輪君がいじってくれたおかげでもう今日からカミングアウトするタイミングができたって、で本当にその日からもう本当人が変わったように、みんなの前で「おい俺のカツラ見ろ」とか、もうしかも漫才の本ネタでも「私は桂小五郎です」みたいな、そういうネタを入れるようになって、でもうすっごいまたウケるようになったんですよ。それで本当に感謝されるようになって、で呼び出されて、花輪君には本当に感謝してると、でお礼がしたいって言われたんですよ、でいやそんな僕がお礼される立場じゃないですよ、いじっちゃったんですが、いやそんなことないよ、花輪君のおかげで僕は人生変わったんだと、で他の人にはちょっと嫌なんだけど花輪君にはカツラ取ったとこ見せていいよって言い出したんですよ。でもそういうお礼じゃないと思ってたから、ごめんなさい、すいません、いやちょっと言葉出てこなくて、ね、すいませんっつって、そうだよね急に言われてもそうだもんね、じゃあ何かあった時に見せるって言い出して、花輪君に何かおめでたいことがあった時に俺は見せるって、なかなか賞を取ったりとか、なんかそういうことなんでしょうね。でもそれから、まあ、1年経ちまして、うちに子供が生まれたんですよ。で子供ができましたって師匠に報告したらめちゃくちゃ喜んでくれて、というのもうちがあの結婚して5年子供ができなかったのを、その秀吉優しいので、あの精力がつく生卵を定期的に送ってくださったんですよ。でそれもあったから、よかったね、花君に子供できて僕本当嬉しいよっつって、じゃあ見るって言い出したんですよ。僕もちょっと忘れてて、あそうかおめでたいことあるって見せるって言ってたんです、いえあでもすいません、ちょっとごめんなさい、そんなつってまた言葉出てこなくて、そしたらああそっかみたいな、ちなみに男の子と女の子どっち、あじゃあ女の子だったんですよ、そうだよね、あでも花輪君野球とか好きだから男の子で野球見に行きたいだろうから男の子が生まれたら見せようって言ったんです。それからまた
卵が送られてきて、で2年後にうちまた子供ができました。それで師匠に報告聞きました。はい、どっちって言われて、私女の子ですって言った。はあ、そっか、男の子だったらな。ねえ、じゃあもう一人、もう一人行こうっつって、それでまた卵を送られてきて、はい、でそれから2年後またうち子供ができました。で師匠に報告行って、どっち、どっち、女の子です、女の子か、男の子だったらなつって、今もこの現在も卵が送られ続けてるんですけど、まあそもそも僕は師匠のハゲを見たくて子作りに励んでないんです。はっきり言うといた方がいいですか。多分70超えたカツラのハゲを見たくて、それをモチベーションにしてる子作りしてる夫婦っていないと思うんですよ。だからなんなら2人だから3人ぐらいちょっとよぎるんですよ、師匠。ちょっと卵がすごいんじゃないかなっていうのもあったから、まあ結果的には3人の子宝に恵まれたので、まあ師匠に会った時に本当師匠のおかげで子供できたんですよって言ったら、って言ってました。これがねモチベーション、ちょっと腹立つな。なるほどね。さあそれではもうちょい行きます。